トリリオンゲームメグロレンの計算された下高さ吸収力が増す春というキャラクターオンラインショップを成功させるために飛び込んだのはなんと歌舞伎町のホストクラブハったり AI でフラワーギフトを売ろうと思っていたのに気づけばナンバーワン争いにそんな予想の斜め上を行く展開で楽しませてくれている金曜ドラマトリリリオンゲーム TBSK 第3話では これまで天然の人たらしと思われた春、目黒蓮のその言動の裏にある計算されたしたたかさが見えてきた。フラワーギフトの最大市場は夜の街。そこで春は自らホストになることで、たくさんの客に AI ショップ、寄り抜きから花を購入してもらおうと企む。遺産で新宿、歌舞伎町にやってくるも、そこにはナンバーワンホストヒロと、黒バマリオ、 という大きな壁が立ちはだかった。春と学、佐野早とが、ホスト業を通じて別の金儲けをしようとしていることを知るやいなや、二人に追放命令を出すヒロト。この町のルールはナンバーワンが決める。そう聞いた春は、今月の売上でヒロトを抜いてトップになると言い出し、この挑発にヒロトも乗っかる形で二人は対決することに。